セルギーフ主教。祭服を乾燥した姿でニコライ道内で撮影されている。撮影年月日は不詳だが、関東大震災後に再建された状態でのニコライ道内で主教の祭服を着用した姿で撮影されていることから、1929年より後、セルギーが日本の主教職から退くことを余儀なくされた1940年9月より前のものであると考えられる。副主教セルギーはロシア人の聖職者でロシア正教会の修道士。後に日本正教会の副主教を務めた。セルギーは1871年にノブゴロド近くのグージ村で地元の聖職者アレクセイ・チホミーロフの子として生まれた。勉学に優れ、ペテルブルクの神学校に進学して1896年に卒業した。1895年、セルギーの名で修道士の誓いを立てる。後に、ペテルブルクの神学大学で神学を教え、1899年に手のひら院に招叙されて神学大学の監督官となる。1905年、司教に昇格し、ヤンブルクの主教に助成され、35歳で、ペテルブルクの大主教となった。神学大学での在職期間を通じて、セルギーは伝道者として、成果を上げるとともに、出身地のノブゴロド地方における教会の歴史について、多くの著作を残した。1908年、セルギーは大主教、ニコライ・カサートキンの後任として、日本に送られた。日本に馴染み、短い間に日本語を覚えたセルギーは、日露戦争の結果、日本領となった樺太で没収された資産を信徒に返還するため、正教徒のスポークスマンとして活動した。1912年にニコライが永眠すると、セルギーはその後を継いで、日本正教会の主教となった。息つく間もなく、セルギーは、ロシア革命によって起きた、日本正教会の命運に関わる、恐るべき困難に直面した。ロシアからの援助の停止は、教会予算のほぼすべてを失うことを意味した。この結果、伝道活動はひどく抑制され伝教者の多くを解雇せざるを得ず、著しく強制は衰えつつも、教会自体は、なんとか継続された。1923年、関東大震災によりニコライ堂の半壊をはじめ、日本正教会の本部施設は大きな損害を受けた。その後数年間、セルギーと日本人信徒は大聖堂を再建するための基金の創設を中心に活動し、彼らは独自に莫大な金額を集めて1929年にニコライ堂の復興にこぎつけた。1931年、主教のセルギーは、モスクワ総主教により、副主教に招叙された。しかし1930年代の日本では、キリスト教や外国の事物に対する強い偏見を伴った、新たな風潮とともに、軍国主義や国家主義が台頭した。1940年9月に、セルギーは、日本正教会の主張の地位を追われた。日本政府は、同年4月に施行した、宗教団体法により、日本の宗教団体を統括する聖職者は、すべて日本人とすることに応じるよう要求したのである。セルギーは1941年1月、ニコライ堂を出て、世田谷区太子堂にあったプロテスタントの旧宣教師館を借りて移り住んだ。同年10月より祈祷所を開き、希望する信徒に聖ことを行っていた。セルギーは、共産主義を擁護する演説をしたとして、日本の白系ロシア人から反感を買っていたこともあった。しかし、やがて、それらの人々や日本人の信徒から援助が送られるようになった。セルギーは1944年5月、1940年以降、検閲を理由に取りやめていた、モスクワの総主教庁とのやりとりを、ソ連大使館経由で再開した。ソ連側は、ソ連国籍の取得を認め、セルギーのソ連入国を画策していたことが、ロシア国立古文書館所蔵の文書に残されている。ロシア正教会の総主教選立のための公会に招かれるが、季節や体調を理由に断念した。1945年5月にソ連のスパイ容疑で憲兵隊に連行された。検束されるまでにセルギーは健康を害していた。最終的にセルギーは不起訴となり6月16日に釈放された。しかし、宣教師官はそれに先立つ5月25日の空襲で焼失しており、板橋の仮住まいに移った。8月10日に終戦まであと5日というタイミングで心臓麻痺により亡くなった。セルギーの墓は谷中墓地のニコライの墓に並んで建てられている。この墓碑は永民から4年後の1949年に全国の信徒からの募金により建立されたものである。ありがとうございます。